マジで YouTube 見てるやつがなんで加藤純一見ないのかわからん。ちょっとさ、それさ、もう聞かねえな。ね、ちょっと今さ、ちょ、わかった。あの、今放送開いたやついるだろ。なんだこいつつって開いたやついるだろ。ちょっとまだ、消すな。ちょっと消すな。なんで見ないのか教えてくんない？ちょっとマジで。今 YouTube 見て、お前なんなのっていうやついるだろ。で、聞いてると思うんだよ。ちょっと待って、消すな。止まれ、そこで。ストップ。ステイ。なんで俺を見ないのか、マジで理解、俺も理解できないのね。俺 YouTube で見てる YouTuber って加藤純一だけなのね。なんでかわからない。理由は？あ、すげえ、そば。ちょっと待って、Twitter にさ、あれあげるわ。なんかね、俺の18歳の視聴者が、俺がこの前さ、チャットのアプリやったじゃん。チャットのアプリで、そのチャットのアプリで加藤純一さんを宣伝してますっていうやつがいて、40歳のやつに宣伝してるやつツイッターであげるわ。今ドイツだっけな、おし、なんかいろいろあー、どこだっけな、なんかメールいっぱい来すぎてなくなっちゃったよ。こうやって僕は加藤純一さんを広めてますって。じゃあ口で説明するわ。まず40歳のおっさんが相手で、普段どんな YouTuber 見てんのって言ったら、加藤純一一択、加藤純一最強、加藤純一知ってるみたいなってこと言ったら、お前うんこ好きなんや、キモみたいなこと返されてて、ほんで、はお前誰見てんのみたいな、それちょっと見せて、探していいか。それメール来たのでいつだっけな、 VR の話の前だよな。ちょ、今見てたら再送してほしい。うん、あ、これだ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 。バンバ。じゃあ、YouTuber 何見てるの？相手がな、40歳の男性。じゃあ、YouTuber 何見てんの？加藤純一。一択。それ以外見てないわ。って、こいつが返して、やっぱうんこ好きじゃん。って向こうが言って、で、こっちが、おもろいよ。うんこ嫌いだけど。って返したら、加藤純一って登録者どれぐらい？って向こうが聞いてきて、12万とかだったと思う。伸びしろありすぎだろ。って返したら、少な！かっこ笑ってきて、好きないけど、コツコツ人の悪口って頑張ってるよってこいつが返したら、コツコツ人の悪口、わらわらって一回返信が来て、で、俺の視聴者が、加藤純一でマスオの金魚の件知ったしって返したら、相手が、マスオの金魚は結構前の話だよねって来て、なんか、お前はどうなんだって言われて、人のこと悪く言ったことないよってこっちが返して、向こう偉いね。本当に嫌い、悪口言う人っていう返信をしたら、これこれって知ってる？最近ハマってるって向こう返してきて、これこれしね、今から加藤純一が悪口言ってる動画見るね。バイバイチーって返したの。で、いまいち俺にハマってくれなかったと。40歳の男性の方だったんですが、ヒカキンやらセイキンやらこれこれの視聴者でした。もっと頑張りますってメールが来たのね。この画像付きで。だから、ナイス、引き続き頼むねって俺が返信したの。そしたら、昨日の男です。押すのはやめて今回は引いてみましたっていうメールが来て、女の子とチャットしてて、君みたいなまっすぐな子には加藤純一はおすすめできない。見ないでね。見なくて、見なくていい、見なくていい。見ちゃダメ。ごめんね、加藤純一なんかおすすめして。ってこいつ返して、いやいや、そこまで言われたら見る見る、笑って返して、お願い、アンチを増やしたくないんだ。ダメダメ。加藤純一なんか絶対見ないでって。いや、別に私そんなことしないよつって一人獲得してきたんだぞ。さすがに俺も笑ったって返した。18歳でも、俺の視聴者増やそうとここまで頑張ってくれてんだぞ。なあ。俺が一番になるために。駆け引き上手だぞ。押すのはやめて引いてみましたって。メール来てたわ。逆に見たくなるっていう。こういう感じで広めてくれ。こういう感じで。逆に見たくなるよな。いやいやいや、見なくていい見なくていい。あの人は見ちゃダメ、あの人は見ちゃダメ。絶対ダメ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 みたいな。それはよくない？そこまで言われたら見るよってなるでしょ。良い戦法だと思う。ダメって言われたら、それ1万人やったら1万人増えるじゃん。だからやれっつってんだろうが。俺嘘だと思ってない。みんなちゃんとだから、俺一番な、可能性が高いのは、彼女作って、そいつにまず見させるんだよ。で、彼女、俺の視聴者すんのね。公認。で、単純に考えて倍じゃん。
ヤシロタクなんてアホみてに広めてっかんな、あいつ。あいつの事務所の後輩が代々加藤純一の宣伝部長みたいになってる。俺見たぞラジオで。いやー、加藤純一さんという方がニコニコ超会議でギターを披露してまして、目キラキラさせながら、二十歳ぐらいの子供だから、若いからさ、まだ俺と絡むリスクも理解してねえから、バンバン言ってて、ちゃんとした自分の冠ラジオで。ああ、やってらと思って。あのまっすぐさ、俺は本当に俺が何かあったら俺が守ってやると思ったね。お前に何かあったらもうマジで俺が絶対盾になってやるって思ったね。俺が守る。彼は何かあった時はいや悪くねえっつって俺が守るわ。そこはしごしん違う、なんかメール来てたんだよ。おいで、なんか、八代拓が、加藤純一を宣伝している特集みたいな、ニコニコ動画に上がってんのね。それ送ってくれたんだよ。一つね、感動したことがございまして、あんまりラジオで、このことについて話す機会なかったんですけど、僕、好きなね、ゲーム実況者さんつうか、配信者さんがいて、うんこちゃんこと加藤純一さんっていう方がいるんですけど、その人がね、4月28日29日だったかな、ニコニコ超会議っていうイベントがあったんですけど、そこでね、超音楽祭っていう、いろいろな本当に名だたる小林幸子さんとかアーティストさんが5000人ぐらいの観客を前にね、ステージで歌うみたいな、そういうね、イベントブースがあったんですけど、そこでね、実況者の加藤純一さんが歌を歌うっていうね、まあ、どういうことかっていうと、まあ、説明しますと、ニコ生クソ音楽王っていう、公式のね、番組があるんですよ。ケモノフレンズとか A3 の楽曲を提供してくださってる大石正義さんと、二人で MC をやってて、で、毎回その音楽に携わっている方をゲストに呼んでっていう番組で、ギターをね、挑戦するみたいな企画コーナーがありまして、そこでね、ギターをね、習いながら、で、音楽祭に出演するっていうことになりまして、そこで急遽ね、しかもギターを始めたのが今年の1月だ、約3ヶ月ぐらいですよ。すごいですよね、本当に。僕もその井上裕貴くんギター弾くんですけど、たまにね触らせてもらって、ギター弾き方教えてもらったりとかしてたんですけど、全然もう奏でられない。まあね、本番大丈夫なのっていう不安になるぐらいね、ちょっとね、やっぱその運指っていうんですか、指のそのコードの運びがやっぱ難しいみたいで、コード自体は弾けるんですけど繋がらないみたいな、そこで苦戦していらっしゃって、本番大丈夫なんだろうかって思っていたんですけど、それがね本当に素敵なね、もう音楽奏でていらっしゃって、ちゃんとものにしてそのゆずの夏色披露したんですよ。いや本当に感動しましたね。いや、あそこまでなんかその人の心に触れる音楽をね、その初めてステージに立つんですよ、5000人の前で。で、堂々としていらっしゃってすごく感動しましたね。ぜひね、見てもらいたいんですけどね。シュンにもね、 LINE でね、このそのタイムシフトの動画送りましたね。ぜひ見てくれっつって。でもね、シュンもね、すごいいいねみたいなこと言ってくださってね、よかったですけどね。ということで、じゃあ早速始めていきますか。